今回は子どもや子育てに優しい休み方改革の4つの柱のうち、休暇を家族で一緒に過ごせる仕組み作りと、家族で山口への愛着を高めながら楽しめるコンテンツの充実に向けた取り組みを紹介するよ。突然なんだけど、みんなは家族で山岳の日って知ってるかな？家族で山岳の日とは、県内の公立学校に通う子どもたちが保護者の休暇に合わせて年に3回程度、学校休業日以外に家族と一緒に地域の史跡巡りや身近な植物調査、農業、自然体験などさまざまな体験や探究活動を企画・実行できる日のことなんだ。家族で山岳の日を活用して山口で学ぶ、山口を学ぶことで山口への愛着を深め、家族で過ごすことの楽しさを感じてもらうために、県では平日でも楽しめるコンテンツの充実に向けて取り組んでいるよ。ちょっとこちらを見てくれるかな。こちらはコンテンツのうちの一つ、古地図を片手に街を歩こう。古地図を眺めながら地元のガイドさんの案内で城下町や宿場町などを散策できるんだ。はい、というとどういうイメージがありますか？城下町というイメージがありますよね。で、城下町に溶け込んでるのはよく夏みかんって言われるんですけど、お兄ちゃん質問です。夏みかんの花っていつ咲くと思いますか？7月。あー、ちょっと惜しいな。お父さんはいつと思いますか？5月ですか？そうです、5月なんです。5月に萩に訪れると夏みかんの香りが町中にしますので、また改めて5月の時にいらしてください。今日参加されていかがでしたか？改めてこの山口の歴史のことを知ってですね、もっともっと山口のことを好きになりました。楽しかったです。はい、家族となかなかできない経験ができてよかったです。萩の夏みかんを食べてみたいと思いました。参加されたご家族大満足のようですね。ありがとうございます。古地図と街並みを見比べながら普段とは違う視点で歩いてみると、山口の歴史や新たな魅力を知ることができます。休日だけでなく平日にも実施しており、一部のコースでは親子で楽しめるガイドウォークを実施していますので、ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしてます。家族で楽しみながら山口への愛着も深められたみたいだね。他にも各市町に隠された謎パネルを探し出し、問題を解きながら街歩きを楽しむ山口の謎散歩3や、11月の子どもや子育てに優しい休み方改革月間にはアウトドアの体験コンテンツなどの体験利用料が割引となる山口の遊び新発見割や、親子で参加できる体験教室などの開催、子ども連れの利用者に対して公の施設の使用料などの免除も行っているよ。ではまとめ。子どものために休むことが当たり前な社会にしていくため、休暇を家族で一緒に過ごせる仕組みを作り、家族で山口への愛着を高めながら楽しめるコンテンツを充実していく。休み方が変わると会社も子育ても変わる。子どもや子育てに優しい休み方改革の取り組みを進めていくよ。では